清水か、それとも藤枝か。サッカー王国静岡に輝かしい歴史を刻んできました両チームが、チームを決する時がやってまいりました。伊藤航、そしてシュート、どうだ、ゴール、清水商業先制。伊藤航の目の覚めるようなシュート、さあ抜けた、清水商業折り返した、シュートはどうだ、安田が決めるな、安田のシュート決まりました。ここで試合終了。第72回全国高校サッカー選手権静岡県大会は清水市立商業高校が制しました。